はい、ユッキーのあの、ピルクルが、乳酸菌大好きなユッキーの、今回は、レビューいたしますのは、アクエリアスの、新しいのが出たらしいです。こちら、乳酸菌ホワイト。植物由来の乳酸菌、FL664 配合。スッキリヨーグルトフレーバー。カロリー控えめ、ミネラル配合。うわ、これ甘味料入ってんじゃん。これね、500cc で、値段がね、70円ぐらいで売ってましたね。安かったです。うん。原材料は糖類と、塩化ナトリウムと乳酸菌、かっこ殺菌パウダーと、酸味料と香料と酸化防止剤と、甘味料、かっこスクラロース。まあ、ヤクルトとかピルクルとか大好きですからね。これ果たして美味しいのか。まあ、アクエリアスは、一応甘味料入ってますけど、あれ普通に美味しいですよね。うん。俺だから甘味料入ってて唯一うまいと思ってるのはアクエリアスぐらいですね。で、乾杯。あ、薄い。あ、薄っ。ものすごい薄い。カルピスの普通の量の、カルピス。そうだな。いわゆるカルピスウォーターを、さらに水で3倍ぐらいに薄めて、そこにさらに、アクエリアスをぶっ込んだら、こんな味になったっていうパターン。うん。うん。まあ、薄いけど、普通のアクエリアスに比べるとなんか甘さが少ない気がする。甘さが少ないような気がする。俺アクエリアスというかポカリ派なんですけど、さらに言うと俺ポカリの、なんだっけ、薄いやつ。まあ、ポカリ高いんでね、値段がね。ポカリはね、若干しょっぱいんですよね。そこがまたいいんですよ。そう、ポカリスエットの、一番好きなのはこのイオンウォーターっていう、薄い水色のやつですね。うん。青いやつじゃなくて、水色のやつが俺が一番好きなんですけど、ほとんど甘さがないんで、でも程よくあるんですよ。だからこれ、それにほとんど似てるね、味が。ほぼ甘みが、ポカリの2分の1ぐらいじゃないの。甘さ。一応このポカリスエットも甘味料は含まれてるのかな？あ、ポカリスエットは甘味料含まれてないですね。ただ俺が言ったイオンウォーターはこれ甘味料が含まれていますが、ほとんどだって甘くないってことは、俺がほぼ甘みを感じないってことは、まあ、甘味料って砂糖の100倍ぐらい甘いじゃないですか。それでも、俺があんなに甘くないって言って、さらに甘味料大嫌いの俺が普通にうまいって飲んでんだから、ぶっちゃけ相当少ないんですよ。量は。甘味料の、使ってる量ははるかに少ないでしょうね。これも同じく、甘味料って書いてあるんですけど、俺甘味料大嫌い人間なんですけど、普通に美味しいと思って飲めるレベルの。ほとんど甘さはないです。ほとんど甘さないってことはもう甘味料がもう恐ろしく少ない量入ってるってことだよね。だって100倍甘いんだもん。砂糖の100倍甘いんだもん。ね。
これあれだな。アクエリアスを1に対して、2倍の量で薄めたカルピスを1加える。ってできたような感じ。だからカルピス感は非常に少ないんです。うん。うん。非常に少ないですね。うん。だから2倍2倍だから4倍やから。厳密に言うとあれか。アクエリアスを 75% 入れて、残りの 25% をカルピス。カルピスウォーターを入れる。こうすると多分出来上がります、これが。俺の神の味覚の持ち主のユッキーだと、この感じ、それぐらいですね。うん。あ、さらに、甘さが少ないんで、それに加えて、さらに甘さが多分、普通のアクエリアスの2分の1ぐらいの甘さ。うん。まあ、これあれ、夏だな。夏はいいかもね。うん。ポカリスエット好きなんですけど、値段がものすごい高いと。しかも 1.5 リッターの、ペットボトルのやつしか売ってない。1.5 リッターでだいたい200円ぐらいするんですよ。ポカリは。値段高いから。これポカリはね、いわゆる飲む、点滴って言われてたからね。昔はこの、ポカリスエットイコール飲む点滴って言われてて、風邪の日とかに、絶大な効果をもう、医薬品的な感じでね、昔言われてましたからね。うん、だから風邪にはポカリ。で、夏場は、アクエリアスみたいな感じ。だけど、俺が金があったらアクエリアスは買いません。ポカリセット買います。うん、ポカリセット若干しょっぱいんですよ。まあ、それ言ったらアクエリアスに塩入れればいいじゃんって話なんだけど、確かにその通りだよね。うん、あと、アクエリアスの方が、甘さが弱いんです。ポカリよか。あと、カロリーだな。ポカリスエットの方がカロリー少ないですからね。じゃあ、多いですからね。甘味料使ってない分、砂糖使ってるから、その分、まあ、カロリーが若干多いと。うん。ですが、まあ、これがちなみに19キロカロリーですからね。100ミリリットルあたり19キロカロリー。で、ポカリスエットの普通のやつが、100cc あたり25キロカロリー。うん。6カロリー少ないですね、こっちよか。で、アクエリアスさんは？多分アクエリアスの方がね、おそらく、あれっすよ。カロリー少ないはず。あ！ 19 キロカロリー。あれ？ああ、いいのか。うん。アクエリアスは19キロカロリーです。これと同じですね。うん。だから、運動っていうか、スポーツとかするときは、こっちの方がやっぱり、こっちっていうか、アクエリアスの方がカロリーが少ないんで、まあ、一般的にダイエットとかね、運動とかする人はやっぱそれですよね。さらに言うと、ガチ勢とかになると、アクエリアスを2分の1で水で割って、飲むと。アクエリアスはちょっとカロリーが高すぎるとか、まあ甘かったりとか、って言われて、
アクエリアスの2分の1水で薄めると。2倍の水で薄めると。っていう人もいますね。で、俺が先ほど一番好きだって言ってたイオンウォーターがこちらは、100cc あたりエネルギーが11キロカロリーという、ものすごい少ない。アクエリアスが19だからね。それよりかさらに8も、8キロカロリーも少ない。まあ、そのだけかなり甘さを絞って、糖類とかを、ものすごい絞っているという。うん。ですね。夏とかは、塩入れて飲めばいいんじゃない？イオンウォーター。イオンウォーターに塩入れて。でもイオンウォーターあれなんだよな。500ml のやつしか売ってないんじゃないの？ポカリって。ポカリセットってイオンウォーターって 500cc のやつしか売ってねえじゃん。あ、900cc も売ってるな。250cc と 300cc と 500cc と 900cc のやつがある。で、さらにパウダースティックタイプもある。あ、これ昔やってたわ、これ。ポカリスエットのさ、パウダーバージョンのやつな。昔それ作ってた。部活とかで、ポカリスエットのさ、なんかさ、でかい1リッターか 1.5 リッターぐらいのさ、なんかさ、でかいなんか。ポカリスエットって書いてあって、白い、飲むやつ。あれ、部活に持ってったりしてましたね。懐かしい。まあ、ポカリ高いんで、ちょっと。お金ない僕は無理ですね。アクエリアスを、2リッターでアクエリアスだったら、2リッターで安いと130円とか140円ぐらいですね。で、買えるんで、夏場は、まあ、それ、もしくはそれをさらに水で倍に薄めて、で、さらに塩を入れて、飲む。これいいかもね。うん。塩分補給にね。まあ、俺基本的にもう麦茶しか飲まないですからね。麦茶か牛乳しか飲まないんで。うん。麦茶が一番コスパがいい。ものすごい安い。恐ろしいほど安いね、麦茶は。さらにノンカフェインだから、夏場、利尿作用が起きないんで、水分補給にはいいです。だから麦茶に塩入れて飲めばいいんじゃないですか。ほんと麦茶って恐ろしいほどコスパいいよね。ね。でかい袋でさ、売ってるじゃん。あれさ、200円か300円ぐらいで売ってんのよ。それでさ、何袋入ってんだってぐらい入りまくってんじゃん。で、しかも水、お湯沸かさないで、もう水だけで、水出しでできるから、2リッターの、容器に、ポイって1個だけ、1袋入れて、ポイってほっといて、だいたいこれで24時間ぐらい経つともう出来上がりですからね。だから俺常に2リッターのやつを、容器を2個、冷蔵庫の中に入れてて、で、こう常に、片っぽなくなったらその時点でこう作っといて、またどうせそれぐらいで、まあまた片っぽなくなるから。常にこう切らさないようにして、まあ食事の時にはよく飲むんですよ。食事の時にめっちゃ飲むんだよな。俺多分あれ癖なんだろうな。本当は食事の時って水とか飲んじゃいけないんですよ。胃とかに、ほら、胃酸が分泌されてる、それ薄まるでしょ。だから、消化に良くないんですよ。でもなんかね、食事の時になんかね、水とかお茶飲みたくなるんですよ。麦茶とか。
はい、ということで、こちらはね、こちらそんなに悪くはないんだけど、多分これ 500cc しか多分売ってないんですよ、おそらく。おそらく。ああ、やっぱ 500cc です。まあでもこれは別に買う必要もない。ああ、そうだそうだ。思い出した。あの 500cc で売ってるさ、夏にさ、あの売れるさ、蛍光補水液ってあるでしょ？あれなんであんな200円もすんのかね。あれ中身あれただの、あれだろ、蒸留、じゃね、あの、精製水と塩だぞ。あれ、ただのあれだ、点滴だろ？点滴でしょ？だって。いわゆるあの、生理食塩水でしょ？生理食塩水だから、あれやな。0.9% の食塩水ですよ。なんであれみんなあんなの買うのかね。あれ売れてるのがよく理解できないんだよな。あんなもただ水道水にさ、0.9% さ、塩入れるだけだぞ。だから1リッターあたり、9グラム入れればいいだけですよ。それなのにさ、あれ1本これで、この量でだよ !200 円すんのよ。頭おかしいんじゃねえかな、あれ飲んでるやつ。多分どっか行っちゃってるんだろうな。あれ買ってるやつ、マジで、確実に俺よか頭悪いと思ってるね。だってさ、生理食塩水だぜ。それでさ、500cc で200円以上してさ、買ってさ、本当にあの、なんか、なんていうかな。もうとんでもなくあの、頭悪いのか、もしくは超金持ちなのか。もうぶっちゃけ生理食塩水作るのもめんどくせえから、もう、いいや、これでいいや、みたいな。それを買う、あの、金持ちかどっちかですね。バカか金持ちかどっちかです。うん。まあ、これはまあ、微妙でしょう。三つ星、ご視聴ありがとうございました。